終わったと思ったの。うーわ今えぐい。どうなんとかピュンって撮ったよ。なんか食えるよねこの辺で会話。あーなーい。おーだね、ポップポップホラー。いやーもうね、嬉しくてすごいのよ、最近もう現象時代が時代が ST スタジオなわけですよ。あーまあ確かに、なるほど。俺それはね、見てて思う、俺も、うん、まあね、うん、すごい俺客観的なコメントする。俺ら感じるよな。あー来てるよね。来てます。来てます。ありがたい。すごいね、出すとか出すとかめちゃくちゃ見てもらいました。はい、はい、うん、テンションが張り裂けそうなんですけれども、はい、今日は怖いホラーナイトなんで、そのテンションを抑えつつやっていこうかなということで、間違えるとやばいことになるので、うんうんうん、間違えちゃう率高めだから最近だいたい多分正義の温度感で変わってくる。あと小島がいるかいないかも。ついにですね、この前ホラーの撮影の後かな、これが出る頃に上がってると思うんですけど、うん、まあ、マキのホラーナイトの撮影後にとんでもない現象が起きまして、その現象をちょっと後の方でお見せするんですけど、はい、前に一旦調査班ホラーナイトやっていこうと思います。はい、今調査班やってんのが半年前の動画です。半年前やってるね。いやいやいや、ま、ポケモン GO は情報機関が生んだ人類を監視するアプリという。あーあったね。都市伝説ですね。はい、1分32秒ですね。点滅ですね。という。何それ。ポケモン GO をやってるうちに気づいたらその心霊、うちに気づいたらその心霊。明るさが変わったってこと、うん、点滅っていうよりは、うん、確かに点灯みたいな、点灯だね。まあ最近階段現象多いんでいたずらだったのかもしれないです。まあそうだね、うんうん、最近つってもこれ半年前だから。そういえばしかも明かりってさ、幽霊通るとさ暗くなったりとかするじゃん。この幽霊が見えなくてもっていうのも関わってるかもね。何言ってんすかあいつ。いや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 、よく、いや言うじゃん。聞いたことないです。あ、ごめんね、ごめんね。どっちかっつ、俺今リボンめっちゃぶっ飛ばした。何お前乗ってんの。1分55、また階段明るくなるっていう。だからああいうのをはじめとして結構こういうのが多い。はいはいはい、でね、でね、でね、なんで、全然違う。なんでなんだろう。なんでなんで、なんで教えてあげる。だから幽霊がもういいやろ。もういいわ。まあ心霊現象なんですけど、うん、怖くはないんですよ。まあね、そう、直接こっちに何かありそうだ、声とか顔とか見すぎてね。まあ逆に言った方がいいですね、うん、怖くはないけど心霊現象ではあります。はい、で4分31秒もまた階段が。いやー、まあいろいろ子供のユーザーもいますし、まあでもそれはいいですよ。いますし、まあでもそれいますし、まあでもそれ過去こんなにないんだから、これマジで現象だし、ね、そうだね、確かに怖くないけど新しい、ちょっと特殊なやつだね。タイタニックロが沈んだ原因は盗まれたミイラだった。あったね。これ怖かったね、結構結構怖かったやつでしたね。56秒で女の声が、うわぶつかってしまって沈没してしまった船なんですよね。重さよ、写真切り替わる直前にある気がするよ。いやいや違う、普通にはっはっていう、ぶつかってしまって沈没してしまった船なんですよ、ね、ですよ、ね、ですよ、ね、重さ、ある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 はってやる、裏で超ほんのりと、まあ、あるっちゃあるな、うん、おっと、うおっと、めっちゃ鳴ってね、おっとなったな、左サイドから聞こえたな、うん、左だね。2回多いな、2回多いて、マジで。おー、めっちゃ鳴ってなってる。おい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 、シンプルに女がいないので、定期的に来る、バグっているというか、聞いたことあるような声じゃない。うん、まあまあ、よくありがちな声だよね、うちで。よくうちの前面にありがちな、うん、前面って言ったらあかん。高確率で霊が出る高霊術でメンバーに異常事態が起きた。この動画なんですけど、ちょっと、はい、やーべえ現象が入っているみたいなんです。なんやなんやなんや。イヤホン推奨らしくて、イヤホンじゃないと聞き取れないような感じではあるらしいんですけど、7分33秒で女の人がただいまって言って、ゆっくりしてるやつかな。ただいまみたいな。いやもう怖い。この人人間のあれではないよね。これ普通に聞こえると思う。
あああ本当だ。めっちゃうっすら聞こえる。超女の声。意外と遠いカメラからは、うん、リアル後ろ説ある。うわ怖っ。まあ、この動画がちょっと概要欄に貼っとくんで、概要欄とコメント欄貼っとくんでちょっと見てほしいんですけど、降霊術をやったやつで紙に書き物して1分間目を開けっぱなしかなんか でその間に後ろの人に声かけられるみたいな。はい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 、はい。で振り向いたらヤバいっていう。その時は誰も何もなかったわけよね。そうだね。ちょっと物音が頻発したぐらいで、ただこのコメント欄で皆さん気づいてくれた通り、実はヤバい。いや危なかったね、ダダツキさんの体験。実はね、聞こえてしまっているっていう。本題は先ほど話した通り、ちょっとヤバい現象が起きた。まずはこちらの動画をご覧ください。どうしたんですか？時間がつかんないの？女の子が来ちゃった。え？だって、尋常じゃなかったよ、リアクション。俺とこんなんなってた。うわーって突撃でしょ、やばかったやばかった。え？俺の耳元で女の子が来ちゃった。え？いや、今の走りはやばかった。やばいよ。だって完全に、恭平のはやばかった。恭平、壁ドンしてたもん。終わったと思ったもん。座ってみて。ここ？ここ？ここでいい？うん、座って。でも結構まぶ、うわ今えぐい、うん、今どんなとこピューンって撮ったよ。俺もこれ絶対絶対今映ってる。これもう100映ってるから。でもでも結構もでも結構もでも結構も、いや俺ももう一瞬も俺ももう見えた、俺見えた。怖すぎんね。え、ガチでドアの前ヒョンって後ろに通ったよ。やばいんじゃない？すごい。俺怖いわ。どこら辺にそのフィンって言ったの？でもこの辺、この辺から、この辺から。え、ドアの手前ってこと？いや、普通にそう、でも閉まってんじゃん。この辺から後ろがヒョンってターボこいて、この辺からヒョンって後ろに。え、絶対映像あるわ。すごいやんけ。階段。ターボかけの作業が来るはず。そうっすね。女の子でしょ。もうなんもないね。なんもない。なんか疲れちゃう。なんか聞こえるよね、この辺で会話。会話？うん、ここに立ってる聞こえるんだろ。その辺でしょ。なんかエアコンからめっちゃ聞こえんだけど。まあ、前はエアコンに、ね、黒い影がいたのがあったけどね。もちろんね、事故なんで、うん、俺が超ビビってるシーンはないわけですよ。ない、うん、そんなんあったらやらせじゃないですか、うん、まあ、俺ここで座ってたわけですよ、この窓際の席で、うん、で、普通にスマホいじってたら、もうほんと耳真横、うん、真横でなんか、いやいやいや、怖い喋ってんの、やばいよ。そんな無理じゃん、やばいやん、怖すぎる。でもそのまま強兵にもう体当たりして、いやもうとにかくここから離れたいみたいな、距離を取りたいっていう一心で、もうやべえやべえっつって時に多分カメラ回されたって感じなんですけど、でその後もなんかこっちの隅っこの方で声聞こえてるみたいな。そう、エアコンめっちゃ聞こえた。たつきがずっと言ってたもんね、うん、聞こえてるって。ここもさ、ここも今までさ、声聞こえた場所と重なる。まあ過去にね。それもう耳元で聞こえてるんじゃない、外でもないしね、絶対。いや、外っぽいっちゃ外っぽいんだよ。だけどなんかもうその外の最至近距離みたいな、もう窓の、そう、窓に、そう、そんな感じ。窓に張り付いて話しかけてきてるみたいな、そういう音量だった。でかすぎてビビった。いや、もういると思ったもん。誰かいるんだろうね。耳元怖えな。だから時間が2時。あ、結構夜中だったな。あ、まあ牛蜜時だね。声は若い、若いとかじゃなくて、もう普通に子供だったから、いるのがおかしい人とに。その前に撮ってたマキも結構入ってたしね。そう、マキのもう撮影の時点でだいぶ現象入ってた。そう、あの時からやばかった、おかしかった。その時も多分俺らが入りのんきな感じで、そうだね、舐め腐ったもんね。そう、舐め腐ってて、霊が怒ってんのか一緒にふざけてんのか分かんないですけど、現象めっちゃ増えて、最終的に撮影終わってもやられるっていう。
ん、あの時は正義が一番ほんとひどかったもんね、現象気づくの、うん、俺だけの聞こえる声多かった。そう、うん、そしてなぜか知らないけど最近やっぱ事故物件での怪奇現象が多発していると、特に2階ね、うん、他の普通の企画でもバンバン入ってる、うんうんうん、ちょっと異常に多いよな、異常に、うん、もしかしたらもうヤバい段階まで来ているのかもしれないと、うん、2階で氷水やっちゃいますか、それ一番やべ、いや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 、もう死ぬほど怖いけどみんな見たいで、たぶんやりますか、高評価とかもう言わなくてもね、皆さんご用意していただきますので、あもう察してんだよみんなで最近最近してくれますので、僕たちも頑張っていきますか、はい、頑張っていますけどね、じゃあやりましょう、あーやろう、決まった決定でございます、うん、2回での恒例術、やべえ絶対やべえよ、決定いたしましたので、これから皆さんもっともっと友達とかに拡散して、僕たちが100万人早く行けるようにちょっと協力してください、お願いします。その代わり僕たちはね、身を削っていろんなホラー企画や都市伝説とか撮っていきますので、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、お願いします。それでは次の恒例術でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ、あシンプルに見て口に気づいたら、口に気づいたら沈没してしまったー、これなんですよ。